んですけども、今回はこれを、紹介したいと思います。ブルーマウンテンの謎っていうやつでね、全4種類、出ておるんですけども、1番、2番、揃ったのでね、今回マップ、作ってみました。これね、マップはね、あれなんです、一つに1枚ずつ入っててね、4枚で、繋いで遊ぶことができるようになっております。これがね、エレベーター動くんですよ。で、ここの回転台も動くんですね。これくるくる、で、こちらに来まして、これハット今日はちょっと置いてみました。違うやつなんですけどね、こちらのバージですね。で、こいつがクレーンの部分が動くんですね。あとね、足もタイヤになってて、横に動きます。頭は動かないかな、頭は回転しないですね。で、ぐーぐーぐーっときまして、こう見ますと、採石の、工事というか採石場みたいな、マップになっています。ブルーマウンテンの謎がそういうお話なのかな。トーマスワールド、これも、一つね、だいたい今食玩一つ300円ですかね。こちらも300円だったと思います。